のんびりするのはいいことか。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日はスペインのオンダビリアという町からお伝えしています。オンダビリアというのはスペインとフランスの国境沿いにある町で、今ここスペインなんですけど、川の向こう側がもうフランスと、数百メートル向こうもフランスという形のそんな場所からねお届けしています。スペイン人の一つの特徴っていうのは、例えば昼休みを3時間ぐらい取るそうなんですね。昼休み1時からだいたい4時ぐらいまで家に帰ってですね、ご飯を食べてシエスタっていう昼寝をするみたいなことが一つの習慣としてあるようで、非常にのんびりとした生活スタイルを持っているなっていうことと、スペインって失業率が非常に高い国というふうにね言われてるんですけど、スペインの方でいろんな人から話を聞くとね、仕事は結構あると、観光客が非常に多い国なので、何でもいいから仕事をしたいんだということであればね、そういう観光系の仕事っていうのは非常にたくさんあるんだけど、多くの人はですね、やっぱり自分の時間のんびりしたいからということで、例えば夏の間観光シーズンだけ一生懸命働いて、冬の間はそんなに無理をしないでですね、その間稼いだお金でのんびり過ごすみたいなね、だから意図的にこう失業してる人が多いというような話を聞きまして、はあ、なるほど、スペイン人らしいねっていうことが思うんですけども、あとこの間聞いたのは、スペインって残業ってあるんですか、話をこちらの日本人経営者の人に聞いたんですけども、いや残業って、そういえばスペイン語に残業って言葉ってないんじゃないかなっていう話をされて、みんな仕事終わったら速やかにさーっと帰ってですね、自分の時間を楽しむということに使うので、そんな時効を過ぎてまで一生懸命働くっていう発想すらないじゃないかっていうね、そういう話を聞きまして、ああ面白いなと思うんですよ。こういうのんびりとしたね、日本人と真逆ですよね。こういうアクセスが働いて残業して長時間働いたりっていうね、そういう日本人のアクセスしたワークスタイルと全くね真逆のものがスペイン人の生き方働き方っていうのがあるんですけども、これが非常に健康であるとか人生にとって非常にいい意味を持つのか持たないのかっていうことがね、私精神科医として重要に思うんですけども、スペインっていうのは世界の平均寿命が非常に長い国としてですね知られております。日本もね平均寿命が長いんですけど、スペインのなぜ長いできるのかっていうと、一つは地中海性の食事っていうことがありますよね。スペインの場合は肉よりもやっぱり魚介系っていうのが非常にたくさんある、地域にもよりますけども、魚介系のものをたくさん食べたりとか、あるいはオリーブオイルとかワインとか、そういう地中海系の食事をとるということがあって、これは健康にいいということがね科学的にも最近証明されているということがありますけど、もう一つやっぱりスペイン人ってことで考えると、先ほど言った中ののんびりとしたライフスタイルっていうことがね、寿命であるとかメンタルヘルスにおいて、私はプラスに働いてんじゃないかなということですよね。もしマイナスに働いてるんだったら、例えば地中海性の食事をしている他のイタリアとかね、そういった国と比べてもスペインの方は寿命が長いということがあるわけですから、そういった部分を説明するという部分においては、スペイン人のことのんびりとしたライフスタイルっていうのはやっぱり健康のためにいいんじゃないかなというふうに思います。日本人もね、世界で長寿国、今香港に抜かれましたけども、世界第2位の長寿国日本でございますけど、日本人ももっとねアクセス働かないでもうちょっとのんびり働いたら、日本食っていうのは非常にね健康にということはね言われてますけども、そのライフスタイルの部分でもう少しのんびりをやったり自分らしく生きることができると、まだまだですね、もっともっと長生きできる、そういう余地があるんじゃないかなってことを、私はこのスペイン人ののんびりとした働き方生き方を目の当たりにした時にですね、日本人ももうちょっとこうのんびりしてもいいんじゃないかな、そうするともっと健康に役に立つじゃないかななんてことを考えました。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。